こんにちは、あかりみだ。こんにちは、あかりです。今日はタオルを使った肩甲骨のストレッチのやり方を一緒にやっていきます。お家にあるこういうタオルを準備してもらって、でタオルの両端を両手で持ってもらって、でこのまま上下に動かします。何回かやってあげた後に、次に左右に動かして肩甲骨をしっかり伸ばしていきます。でこれは特にデスクワークとか、あと長時間運転される方とか、あと勉強とか長時間同じ姿勢でいる方とかに特におすすめのストレッチになります。肩甲骨をしっかり動かしてあげるだけで、肩こりとか背中のこりとか楽になってくるので、皆さんぜひやってみてください。